5月12日のケリヒメスイーツ。 80% ドレスオフ、強化オフのおかげでたくさんドレスの強化をしてレベルも上がってと、そんでもって達成報酬が未達成のこの窓マギのくるみ割りの方やっていきましょう。適当にフレンドを連れて行ってとクラックしていきましょう。くるみをクラック、なんだっけ、玉を潰すのなんだっけ、何クラッカーだっけ、夏クラッカーだっけついあれが浮かんでしまったよ。さあホムホムでいつも通り楽をしつつ、そういえば今窓マギメンバーの強化が 60% オフやってる。この 80% ドレスアクセオシャレ強化 80% オフのやるより前からやってたけど、どうせだったらそうだな、レベルさっきちょうど上がったところなんで、メンバーのレベルも上げつつと他のキャラも上げたいんだ。結局使ってるメンバーがほぼ固定になっちゃってるからな。とはいえだ、ジャッジメントとか悪魔ホムラがそんなに役に立たないようなステージ、そういうところ用になんか育てておくかな。アルティメットホムラ間違えたいろいろ間違えちゃった。いくつホムラのバリエーションつくんだよって。アルティメットマドカとかまあまあ使えるのかな。その強化した時にその伸び率がな、みんな大体同じくらいかな。アンコはねかなり使えるんだ。勝手に一番遠くのやつにフォーミングして攻撃してくれるから。ただそれもな、悪魔ホムラが出ちゃったからどうしても背後感というかだいぶグレードダウンしたように思えちゃうからな。まあ、悪魔ホムラがね有能すぎるっていうところが良くもあり悪くもあり、ともともとその専用装備もあるし、強固はねだいぶ強いんですよ。あとどうしようかな、やっぱリボンホムラか。リボンホムラゲットしてたらリボンホムラを手に入れておくっていうのは良さそうだね。育てておきたいなリボンホムラ攻撃がずっと続くっていうのがすごくいいからね。ずっと続くはちょっと語弊があるけども、リボンホムラが死んでしまっても残ってる分の魔力の攻撃は続くっていうのが素晴らしい。で残ったらだいたい2ターンあればここの敵は悪魔ホムラで一掃できるんで、ギャンブラーもしくはこの青い子で青宝箱のやつをゲットしておくか、まあ遊んでおきましょう。で一通り倒して次乱入のキューベーインキュベーターをやっつけましょう。はいはい、どんどん行って。ステージ自体は簡単になったけども演出がねどうしても入るから。はい次へ蹴飛ばす。はい、ということでここもさっくりと OK。 いまだに訳がわからないと、何十回やられても訳はまだわからない。あいつが理由がわかる日は来るのだろうか。お、ちょうど青宝箱のアイテムもゲットてな感じで、はい、ようやく50回達成。悪魔ホムラドリンク、悪魔ホムホムから抽出したドリンクですゲットと。これで窓マギの方はとりあえず終わりましたと。結構ね特にこっちの方でおしゃれアイテムのさ、お面のやつとかそういうのがたくさん手に入ったからね、強化素材、おしゃれの強化素材としてすごく役立ったというか増えてきたね。さてついでにここら辺のもやっとくか。あそこに来たわよ。何でやっとこうかな。お、この攻撃力だとどうだろう。司令官とか、あそうだ、剣豪で行こう。フレンドの剣豪を使わせてもらってそこら辺で行ってみますか。おっと司令官だ。
で持ってこっちにしておくと、割合ダメージのやつはベヒーモスの攻撃がね、なかなか当たらないんだよな。上に乗ってやればいいか。で、ウマスクで、よいしょ。結局間近に飛んで撃っちゃうと衝撃波でほとんどドーナツがなくなっちゃうんだよな。ので、どこ飛んでも一緒か。このターンでウマスクがあらかた取っちゃうからね。えい。で、変に攻撃でやられなければ、相手がツンにならなければ、まあノーコンでいけるでしょう。避けろ避けはしない。まだ割合ダメージの方がいいかな。ここら辺から、これだったら次のターンもベギーモスの攻撃当たるでしょう。でも剣豪の攻撃の衝撃で落ちないか。大丈夫か。ズブパパー、引き寄せられる。剣豪落ちんなよ。あ、やばい、しまったな。そういういやらしいことしてくる。ドスケベ UFO め、遊びに来たわよって。女言葉だけども、女の子じゃなく多分お姉だなこいつ。お姉 UFO いかんぞ。ワンコンの兆しが。ハンターの攻撃がね、いまいち当たりづらいんだよな。そして死んだ。まあ仕方ない、ワンコンだけしましょうか。チャレチケがだいぶ減ってきたな。ほい、もう一手ぐらい足りない。だいぶ削ってはいるけども、このターンの攻撃でも多分ちょっと足りないんだろうな。エクスカリバーで最後いけるかと思いきや、多分足りない。この時点で残りが200万とか切ってたらな。当たるか、よし。しかしちょっと足りないってな感じですね。妖怪 1足りないどころか数百万足りない。ポン、あーららといったあたりで残念。コンティニュー。まだ割合ダメージ削っといた方が良かったか。あ、大丈夫だ、よし。コンティニューしてもチャレチケ1枚使ってもそれでも取る価値のある報酬と思いたい。まあ、せっかく倒せるボスだからね、倒しておきましょうといった感じで。達成報酬ないもんね、そこに書いてないから。期間限定っていうやつも、ここら辺は王国のね、あれですよ、1000万のやつ。隠れた1000万そのうち探しとくか。で、コラボのやつももう終わりと。で、ステージ系とかも、ここら辺は既存のステージのやつとかなんで、あそこは関係なしと。だから、アイテム、そうだな、ドレスと、使用人なのかなのやつを集めておきましょうぐらいかな。で、宝箱アタックは忘れずにやっておきますと。明日ね、金曜日に、明日かな、多分明日なんですけども、今度はね、更新でリバゲのやつがまた、再びコラボでやるみたいです。ちょっとは多分変わるかな。達成報酬が追加とかありそうだね。ってな感じで、今日はここまで。また明日。マイクぶったたいちった。マイクスタンドね。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方は、ページにある登録ボタンを押してください。PC からの方は、こちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら、高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それでは、また別の動画でお会いしましょう。